次にやらなければいけないのがこういう評価付けです。一個一個でプライオリティの高さに応じて、プライオリティが高い順に部屋を配置していく際に評価値でのケース、各候補地に対して評価値での計算してあげる必要があって、その評価値に応じてどこに配置される可能性が高いかっていうのを計算してあげるっていう感じです。でそれが次のステップで、ここら辺ですね。この主にやってるのは、まあ、最初にまずこのフォアイーチループの中で、まあ、各部屋に対してループをかけている感じ、各セルに対してですね、各セルに対してループをかけている感じになります。この各候補地に対して、で各候補地に対してループをかける際に、ここで軽くスコアっていう、まあ、ラングルを使って部屋に応じた評価値っていうのを計算しているんですけども、違って各候補地じゃなくて各部屋情報ですね。例えば5つ部屋があれば5つ分、まあ、5回分ループをここで回しているっていう感じになります。まあ、つまり最初、まあ、プライオリティの順番に応じてですけど、最初が一番高いプライオリティがリビングだったとしたら、リビングから始めて、まあ、これ今プライオリティが 1.0 ってなってるリビングから始めて、次にプライオリティが 0.9 のダイニングで、次に、まあ、キッチン、次にルーム1、ルーム2みたいな感じでループを回していて、でその部屋をそれぞれに対して全てのその候補セルに対するその評価値っていうのをこのラングルの中で計算してあげています。でこれは今ディテールラングルでやってるので、ディテールに格納されているっていう形になっています。この読み方っていうのは、このスコアーズっていうのが、最終的なその部屋、今見ている部屋に対する各セルの各候補地の、評価値っていうことになりまして、この場合 1,2,3,4,5,6,7,11 個ぐらい、ここには今6個しかないけど、ゼロのやつは取り除かれてるんですかね。このインフォっていうアトリビュートっていうのが、まあ、どの ID、そのどの候補地、どの ID、プリミティブの ID かっていうのを示していて、でその ID の評価の値、ゼロ以外の評価の値っていうのが、このスコアーズっていう形で出ている形で、で、S ノーマルズっていうのが、そのパーセンテージに直した状態です。なんで、まあ、0.1 だったら 10% の可能性で、0.19 だったら、まあ、およそ 20% の確率で配置される。だほぼまあ、大体どこにでも行きそうな感じではありますけど、で、それが、まあ、部屋ごとに、まあ、これ今1個ずつ見てみると、例えば、シングルパスで見てみると、0の場合は、リビングですね。で、リビングの場合は、こういう数値になっていて、まあ、最初は11個あるから、11個分の数値があるってことですね。ダイニングだったら、44、45、18が空いてるみたいな話な、まあ、そういう感じで評価値を計算、一個一個の部屋に対して計算しておりまして、でそれを全部ループで回してこの中で完結させて、で最終的に出てきた結果を使って、もう選択もここまでやってしまっていたかどうかですね。選択自体ももうここでやってしまっていますね。ここの中でもそのサイコロを回していて、どの候補セルがどの部屋に属するかっていうのも全部ここで計算してしまっている形です。なので、まあ、ここの評価計算、総合評価値の計算かつこの部屋の配置、まあ、パーセンテージ計算して部屋を配置するっていうのを一つのこのラングルの中で計算してしまっているっていう形になっています。でそれを全ての部屋に対して行っている。で色分けすると、今6つの部屋がこういう感じで色分けされて出ているっていう感じになります。でそれぞれの部屋の名前っていうのを見てみると、コネクションとしてはリビングとダイニングっていうのがつながっていて、あとはかつダイニングとキッチンっていうのがつながっているっていうコネクションを設定していて、まあ、比較的そのルールにのっとった、条件にのっとった形で配置はされているかと思います。そういう、まあ、条件に応じた配置の設定、配置の、まあ、仕方みたいなのも全部この軽くスコア、このラングルの中で書いているっていう形になります。
なんでちょっとこれは読んでみると長い、長いかな。で、それ以外、まあ最初にリビング、ダイニング、キッチンが配置されて、それ以外は、その余ったところに配置されていくっていう感じです。で、ドアの位置がここなので、まあドアから遠いところがなるべくプライベートのものが来るようになっていて、で、パブリックに近いものはなるべくダイニングとかリビングとかといったソーシャルなものが来るようになっていて、サービスとかプライベートみたいなのは比較的透明。まあサービスに関しては別に遠くなくてもいいんですけれども、そういう感じで配置されて、初期値が配置されているっていう感じです。でそれを一回、まあ、またプライオリティに応じて配置、ソートし直して、で、一応これで初期配置みたいなものができた上で、まあ、最終的にその部屋の拡張っていうところに入っていくわけですけども、これはさっき説明したようにちょっとここら辺のステップを修正というか僕なりにちょっと変更しておりまして、まずこの初期拡張ステップっていうのと修正ステップっていうのとっていうのを一つのステップにまとめてしまっています。なのでまあ最初全部で2つのステップになるようにしてて、かつまあ初期拡張のステップの段階から拡張した時に動線がブロックされないようにしています。ここら辺が非常にその読み解く上でも難しいというか複雑な形になっていまして、まあ、まずこのエクスパンディングステップ1、エクスパンディングステップ1って書かれているところでまず初期拡張を行っております。で、これループが二重になって入っているんですけども、一つは内側は、まあ、部屋ごと部屋の種類ごとの、ループなので、まあ、プライオリティに応じて、まあ、リビング、ダイニング、キッチン、ルーム1、ルーム2、バスルームみたいな感じで、そういう順番でまずはループが回っている。かつ、その上のループとして、何回も何回もその、足りなければ何回も何回も拡張させていかなければいけないので、6種類ある部屋をまずは1段階拡張させました。それで、サイズが足りなかったらまたもう一段階、足りなければもう一段階っていうのを何回も何回もその部屋の間で順繰りで拡張していくっていう仕組みを作るためにこういう二重のループにしているっていう感じです。で、実際の拡張の内容に関してはこのプリミティブラングル内で行っておりまして、こういう感じで結果としてはこういう感じになっておりまして、まあ、これをちょっと一個一個見ていく、一個一個っていうか順番に流してみていくと、まあ、何もまだ行ってない場合、段階ではこういう一つのセルがある状態で、まずは一巡目の拡張ではこういう感じ。ダイニングが例えば右に拡張して、リビングが左に拡張して、ルームは右に拡張して、ルーム2は上に拡張して、バスルーム自体はもう最低限の大きさをもうすでに持っているので拡張していないっていう感じになっています。で、これが1巡目で、キッチンももう最低限の大きさを持っているからこれ以上は拡張する必要がないから、まあ、その時点で止まっている。で、2巡目は今度はまたそのプライオリティの大きさに応じてリビングが左に応じて、でダイニングは動かず、ルーム1とルーム2が動いていく。で、ここら辺がちょっとそのグリッドをカスタムに作ったことでちょっと、まあ、面白いというか変な、外形、部屋の外形が出てくるっていうところなんですけども、例えばそのグリッドを見てみるとこういう感じで、まあ、2つのグリッド分の大きさの1グリッドのマスがあったりするので、まあ、そういうところ、そういうもののおかげで、もう拡張した時に部屋の形自体が、まあ、こういうなんか不定形みたいな感じになることがありまして、まあ、実際の建築のレイアウトだとそういうのはなるべく避けるように、なるべく区形になるように、四角形になるようにするはずなので、まあ、現実的にはあんまりこういう拡張の仕方はよろしくないような気も、します。なので、まあ、その辺もうちょっとリアリティを持たせるのであれば、この拡張の段階でもう少しレイアウトを、アルゴリズムを洗練させて、必ず、まあ、なるべくこういう階段状のレイアウトにならないように拡張の仕方っていうのを考えてあげる必要があるかもしれないです。
そのあたりはもうすべてこれルールベースで行っているので、拡張しようと思えばいくらでも拡張できるような感じです。まあ、そういう順繰りを繰り返していって、ここまで来ると最低限の大きさすべて揃っているっていう形になるので、まあ、それでストップする。それがまず第一ステップという形になります。その上で今度は、それを拡張するときに、ナングルの中を見ていただくと分かるかもしれないんですけども、この水色の部分、この水色の部分がドアの位置、エントランスドアの位置で、そのエントランスドアの位置から必ずその全ての部屋にアクセスできるような、アクセスできるように拡張はするようにしているっていうのが肝ではありまして、例えばこの赤色、紫色、薄紫色っていうのはソーシャルな部分なので、ここは通路として扱って、ここは通り抜けすることができる。で、通り抜けして、今のところはバスルームにも行けるし、ルーム2にも行けるし、キッチンにも行けるし、ルーム1にも行ける。あとはこの真っ白いところは、現段階では何もないので、一応通り抜けできるというふうに考えておいて。で、そういう感じで動線は常に全ての部屋に行けるように確保しておくっていうのを念頭に置きながら、拡張していくっていうのが重要なところではあります。で、その上で第2ステップとして最終拡張ステップ、今度はそのマキシマム、マックスのサイズまで拡張していくっていう形になりますけれども、それがこの大きなグループの中に入っているエクスパンディングステップ2って書かれている部分でやってることです。で、やってることは、比較的似たような話で、二重のループがあって、一個は、その部屋ごとのループで、もう一個は、拡張のループというか、エクスパンディングのループですね。拡張、拡張が増えれば増えるほど、その、ブロックされる可能性、その、動線が他の部屋によってブロックされる可能性が高まってくるので、特にここでは、そこら辺を細かく設定しているところがありまして、で、この二重ループの中にさらに二重のループが入っているというのは、それを検証している部分で、どの点が、次にエクスパンドするときに、一回これゼロまで戻して、こうやって一個一個拡張していくときに、これは今回の場合は全てのマスにアクセスできるようになっている。多いですが、エクスパンドしているときに時々その拡張の仕方をしたらその部屋にアクセスできなくなるっていうことが多々ありまして、そういうのを防ぐためにアンブロック、ちょっと条件付けとしてどっちの方向なら拡張できるかっていうアンブロックっていうグループをここで付与しておりまして、1ステップ、その1ループステップごとに付与していて、今回のこの拡張のループの中では、例えばこいつが今、このダイニングが今拡張しようとしていて、で、その際のアンブロックのブロックを見たときに、このブロックであればダイニング行っていいですよ、それ以外のマスはダメですっていうような、その判定をこの二重ループの中のさらの二重ループで、さらに二重ループで行っていて、で、それを、そこが一番今回めんどくさいところではあったんですけども、あんまり詳しく、この場で詳しく説明するのも難しいぐらいの難しさ。全体の構造、全体のその流れというか、ダイニングとか、リビングとかソーシャルみたいなのは、あとは白いスペースっていうのは全部一系、全部たどることができるスペースですっていうような情報を与えておいて、で、プライベートみたいなのはブロックされているセルですみたいな情報を与えておいて、で、その時にもしこのダイニングが左に行ったら他の部屋にアクセスすることができなくなる可能性があるかどうか、もしルーム1が上に拡張したら他の部屋に行けなくなる可能性があるかどうかっていうのを逐一、その拡張する直前にチェックしている感じになります。チェックしてもしダメだったら、そっちの方向への拡張を諦めて別の方向をまた探すっていう感じになります。っていうのも、拡張する方向っていうのは、さっきも言った通り、そのサイコロ振ってランダムで決めているので、そういう感じで
最適な方向かどうかってのを一回まずサイコロ振って試してみて、チェックしてダメだったら別の方向に行かせるっていう、そういうことを行っております。で、それをその上でステップ、まあ、イテレーションを増やして拡張をしてあげると、最終的に空間を全部部屋で埋めることができることもあれば、まあ、どっかに廊下が走って、その廊下がコネクション役になっていたりすることもあるっていう感じです。こういう白いのが、まあ、コネクションを担保するっていうような形になっていることもある。この場合はエントランスがここで、まあ、ダイニングからリビングまでは、まあ、パブリックだからどこでも行けます。で、バスルームはもしルーム1が左に拡張して、これ全部ルーム1、ルーム2で塞がれてたら、バスルームがこう孤立しちゃってどこからも行けなく、まあ、ルーム1通らないと、あるいはルーム2通らないと、プライベートな部屋を通らないといけないってのがになっちゃうので、まあ、それはまずいので、ここに廊下が残っていて、パブリックなスペースを通して廊下を通してバスルームにちゃんと行けるようになっているっていう、まあ、そういう感じでコネクションは常に担保されている。すべての部屋への動線っていうのは常に担保されているっていうのが重要な、まあ、このアルゴリズムでは重要な点です。で、その上で、今度は、まあ、ここまで来たら、今度はその、この図面で、まあ、出てきた間取りを使って、まあ、3次元化していくっていう話に、なっていきます。これでやってみますね。これ今、端が欠けているのは、ちょっと窓の位置が、微妙に悪いからだと思われるので、それをちょっと移動して修正しておきます。この窓の位置を、なんかだいぶ変わっちゃいましたけど、まあ、こういうちょっと階段状の部屋ができてしまうっていうのはあんまり実際のレイアウトとしてはよろしくない気がするので、そのあたりはちょっと拡張のアルゴリズムの改善が必要かなっていうところであります。これを3次元自体に落とすのはそんなに難しい話じゃなくて、単純にまずはこの分割された間取りのレイアウトの間に壁をまず立ち上げるっていうのが一つ、それ自体はそんなに難しい話じゃなくて、こういう感じで壁を、ま、間取りその部屋ごとにグループ化して、そのアウトラインを取ってでエクストルードしてあげればいいっていう形なので、今度はで重要なのはその部屋同士をつなげるコネクション、そのどの部屋とどの部屋がつながっていて、つながっている部分には扉を開けてあげる、かつ、まあ、窓とかエントランスドアも設定してあげるっていう、まあ、そういうのが、まあ、間取りを作る上ではもちろん重要になってくるので、まあ、そのための、まあ、ブリアンするボックスっていうのを配置していくんですけども、まあ、その配置する位置もある程度ルールは決めておりまして、例えばパブリックのスペースっていうのは、パブリックのスペースに接している部屋っていうのはどこかしら行き来ができるようになっているっていうのをまず前提としています。で、プライベートの部屋と、まあ、パブリックの部屋がつながっている場合は、その間は必ず扉でつながっているし、まあ、パブリックとパブリックでもつながっているし、パブリックとサービスでもつながっているし感じですが、プライベートとプライベートの場合はドアは作らない、つながりは作らない、個人の部屋から別の個人の部屋には行けないようにするみたいな、そういうイメージです。そういうイメージで内側の扉の、まあ、どの部屋とどの部屋がまずつながるべきかっていう設定をして、かつ、まあ、扉の位置は部屋と部屋のつながりのラインっていうのを計算して、でそのラインの、まあ、エントランスドアから近い位置だった気がします。あるいは真ん中か、ルール付けで今エントランスドアのコネクションの扉の位置っていうのを決めています。まあ、そのあたりも、まあ、アルゴリズムは改善の余地はあるかなと思います。で、まあ内開きなのか外開きなのかっていうのも、まあ、内部のドアに関しては特にコントロールしていないので、まあ、そのあたりも多分住居インテリアのレイアウトのルールに応じてそういったところもブラッシュアップする必要があるかとは思います。で、まあ、扉を開く位置を決めたら、ブーリアンみたいなのを使って、穴を開けて、まあ、行き来できるようにしてあげる。で、窓がある位置には窓を開けてあげて。で、あとは、まあ、床を設定して、
UV も設定して、まあ、例えばゲームエンジンとかに持って行った時にマテリアルをすぐ貼り付けられるようにしておいて、まあ、別に窓と扉のプロップみたいなものをその穴の大きさに応じて作られるようなものを作っておいて、まあ、内ドアと外ドアにちょっと変化だけつけてあげて、内ドアはまあドアノブの変種類を変えて、外の扉だけ取っ手の付け方が変わってるようなものを作っておいて、でそれをコピーインスタンスみたいなものを使ってた指定の穴の位置に配置してあげる。窓に関しても同じように配置してあげるっていう感じで、多少のリアリティを持たせてあげるっていう感じです。まあ、中のレイアウト、まあ、間取りはこれで完成っちゃ完成なんですけども、まあ、やっぱりまあ何分テトリスみたいな形の間取りが使えるか、実際に使えるかっていうとなかなかまあ難しいところであるかとは思うので、まあ、そのあたりは、まあ、さっきも言ったように拡張の仕方をまあどう変えていくかっていうところが肝だと思うんですけども、可能性は十分あるかなと。まあ、完全にプロシージャル、ルールベースの成長のさせ方ではありますけども、可能性は十分に感じてはおります。で、パターンを変えてあげて、比較的、その、コネクションに関しては、まあ、あとはサイズ感に関しても、ある程度その破綻のない形で、レイアウト、自動レイアウト、をプルシージャルにしてあげることができるっていうのは、まあ、なかなか面白い手法なんじゃないかなと、思ってはいるところです。で、3D 化まで終わったところで、まあ、ここから先はちょっとで、まあ、余談ですけれども、じゃあこうやって作ったプロシージャルモデルをじゃあどう利用できるかっていうお話で、まあまあ、そのまんま例えばフーディーニーで作ったものであればフーディーニーエンジンとか利用してゲーム環境の中でプロシージャーにこういう図面っていうかレイアウトを作るっていうのは可能性として十分あり得ると思うんですけども、今のようなこういうアルゴリズムであれば比較的計算コストもかからずいろんなパターン出しをすることもできるっていうのは一つメリットとしてあるんですけども、例えばそのまあ、フーリニエンジンに関して言えば、その例えばリアルタイム性はでもそれでも難しいっていうのがありまして、まあ、特に完全にそのゲームとしてコンパイルした状態でその中でゲームの環境の中でレイアウトをリアルタイムに変えていきたいとかっていった時に、まあ、フーリニで作ったものはあくまでそのエディター上でしか使えないので、でそれを焼き付けて結局焼き付けて、まあ、静止さした状態で使うっていうのが、まあ、フーリニエンジンの使い方なので、そういうリアルタイムに変更するゲームしながらリアルタイムにそういう図面を作るみたいなのはあんまりフーディーニーを介しては難しかったりしますけれども、そういうのをしたいって言った時に、じゃあまたそういうゲームエンジンでこういうアルゴリズムを書き直すのかっていうと、それはそれでフーディーニーが持ってるジオメトリの関数があるからこそ簡単に今回は簡単じゃないですけど実装できましたけど、でもそういうのがないゲームエンジンでそれをまた再現しようってなるともっと大変になってくるってのは、まあ、十分考えられまして、でもそれでもリアルタイムに使いたいってなった時に、じゃあどういう可能性があるかっていうと、じゃあ一番最初の方に説明したその人工知能ベースの平面自動生成をちょっと利用することができるんじゃないかっていうのが、まあ、一つ可能性としてありまして、まず可能性の例を挙げると、例えば今回作ったようなプロシージャルモデルから機械学習用の学習データを作るとか、あるいは AI によってもうそのまんま自動平面生成器をジェネレーターを作ってしまうとか、あるいはちょっと離れますけどその強化学習みたいな学習方法を使ってキャラクターが成長するのに使えるプロシージャルなモデルとしてズームレイアウトを使ってみるとか、先の図面でも紹介しましたけど、AI を使ってコネクション自体、その部屋の与えられた条件、与えられた面積とかから可能性のあるそのコネクションのパターン、ダイニングとリビングがあってみたいな、そういうコネクションのネットワークの可能性みたいなのを、まあ、出してくれるみたいなことも、まあ、AI 利用の可能性としては一つありますし、最終的に出てきたプロシージャルのモデルがどれだけ
妥当性があるのか、まあ、さっきみたいなそのテトリスみたいな形状が嫌だってなった時にそれをまあ人間の手でいちいち評価していくのかっていうのもなかなか大変な話なので、まあ、そういうのを評価するために AI 利用してあげるっていうのも一つ、回帰分析とかクラスタリングみたいなのを使って、まあ、表のどの位置にある部分レイアウトは比較的使いやすいみたいな、そういう分析用に使ってみるみたいなのもいくつか考える。プロシージャルと AI の組み合わせっていうのは、まあ、比較的いろいろな可能性があるかなっていうところで、そこでさっきの論文に戻りますけど、じゃあ、まあ、今すぐちょっと試せることとしてちょっと今試しているのが、プロシージャルモデルで作った図面は結局、まあ、まあそんなに、まあ、現段階ではそんなにすごいリアルってものではないですけども、現実の図面と比べるとでも比較的妥当性はまああると、まあコネクションはちゃんとつながってるし、ある程度サイズ感も合ってるだろうから、そのそういったモデルをその機械学習のデータとして使えるんじゃないかっていう一つの考え、こういうのデータシンセシスっていうんですけども、2つのこの論文は学習データを全部既存の図面をトレーシングして自分でマニュアルで作っていたんですけども、それだと結局100枚1000枚ぐらいならまだいいとして、1万枚10万枚みたいなのそんなのできるかっていうとなかなか現実的じゃない。でも一回なんかそういうアルゴリズムを使ってプロシージャルなモデルを作っておけば、そういう1万枚10万枚パターンを脱出するっていうのはそんなに難しいことではないので、まあ、ルールベースで作ったものっていう、そのルールの中でしか、まあ、バリエーションは作れませんけど、ある程度そのルールが比較的リアルに近いものを作れるようなアルゴリズムであれば、まあ、何万枚も出すことができる。まあ、それをそのまんま AI の材料として使ってしまうっていうのはありなんじゃないかっていう一つの考えです。で、その上で、作った学習データを利用して、AI による自動の生成するジェネレーターを、ニューラルネットワークみたいなモデルを利用して作ってしまうっていうのも可能であろうっていう話です。まあ、簡単なインプットから自動で平面を作ってくれるみたいな、そういう生成器を作ることもそういう学習データから作れるだろうと。まあ、その2つをちょっとだけ今試しているところで、1つはデータの生成ですね。こういう図面があった時に、1回2種類の画像に落としてあげて、一つはシルエットがあって、ドアと扉の位置が色で分けられていて、一つは部屋タイプごとに色分けされた画像みたいなのを作ってあげると。で、そういう2種類の画像をペアとして書き出して、何枚前も書き出してあげて、で、それをそのさっき論文で見せた人が使っていた、こういう Pix2Pix みたいな機械学習モデルに投げてあげれば、結果的にインプットとして、左の黒いインプットを入れただけで、まあ、真ん中の図面っぽいものが自動で出てくるっていう流れを作ることができる。まあ、そういう、で、その生成自体はその瞬時に行われるものなので、まあ、例えばゲームエンジン内でリアルタイムにそういう平面図を瞬時に作りたいって時にも、こういうテクニックが使えるんじゃないかっていうのが一つ、まあ、ありまして、まあ、ただまだいろいろデメリットも多い手法っていうか、まあこれ画像ベースなので、じゃあこれ画像 3D 化するにはどうしたらいいのかっていう問題があったりとか、問題は山積みではあるんですが、可能性はすごくあるかなっていうところではあります。なのでまあ一番いいのは画像ではなくて、まあ、図面に特化したデータ構造みたいなものをニューラルネットワークに直接投げることができるようなマトリックスデータ作ることができれば、結構、まあ、エンコードデコードがしやすいようなデータを作ることができれば、非常になんかいい結果ができるかもしれないとは思います。まあ、平面図は結構複雑なデータなので、いろんな情報が詰まっているので、そんな簡単にそういうマトリックスデータ構造体が考えられるかどうかっていうとまた別の話ではあるんですけども、考え方としてはそういう方向は面白いかなとは思っているところです。